鉄拳は、日本のお笑い芸人、イラストレーター。自称、超未来戦士。本名、倉科隆文。長野県大町市出身。吉本工業東京本社所属。もともと漫画家志望で、長野県大町北高等学校在学中の1989年に、千葉哲也賞に入選したが、次の作品が全く賞にも引っかからない出来であり、漫画家の夢を断念。 高校卒業後は2番目の夢であったプロレスの世界に飛び込む。FMW に入団したが、レフェリーとしての作用だったことに気づきすぐ退団している。なお、同期には荒井健一郎がいる。ついで俳優の世界に挑戦。1995年に劇団、東廃に入団するものの、滑舌が悪いことが災いしすぐに退団した。挫折の繰り返しだったが、 これらの経歴を逆手にとって、滑舌の悪いレスラーの格好をしたごつい男が、得意の絵を生かして、芸をしたらどうだろうと考え、1997年に、お笑いプロダクション、オフィス怪人社に入団。独特の風体のお笑い芸人、鉄拳としての活動を始める。爆笑オンギアバトルや、めちゃにイけてる。たけしの誰でも、ピカソなどに出演して人気に火がつく。単行本。 こんな〇〇話だ。1.23はベストセラーになった。その後、個人事務所、鉄拳者に席を移すが、唯一いたマネージャーが退社したことで、すべての仕事を一人ですることになってしまい、体を壊して8ヶ月間休養することになった。2007年9月、マネージャー不在を解消するために、吉本工業へ移籍することになったが、仕事が徐々に減っていったことに加え、 周りの吉本芸人の凄さに圧倒され、芸人としての自信を徐々に失っていき、2011年夏に芸人を辞めることを決断する。辞める日も決まっており、その日まで淡々と仕事をこなす日が続いていたが、吉本芸人がカラオケのビデオにパラパラ漫画を描くという企画で他の芸人がドタキャンしたため、急遽への描ける芸人としてオファーが入り、これを受ける。鉄拳は、 よし行くぞの俺ら東京作業札を手掛けたが、これがテレビのプロデューサーなどの目に留まり、パラパラ漫画家としてテレビ出演が増え、芸人廃業を撤回する。翌2012年3月17日深夜に、フジテレビのドゥー、深夜枠で放送された番組ワンフレームの企画で中田敦彦、川島国博、京本ゆかと共にパラパラ漫画の制作に挑み、 イギリスのロックバンドミューズの楽曲エクソジェネシス公共曲第3部をバックに左右に揺れる振り子の中に夫婦の反省をマジックペンで描いた振り子を発表するこの振り子が YouTube にアップロードされると日本国内のみならず海外を含めて一躍注目を集めることになる果てはこれがミューズ関係者の耳にも届き逆に フリコの映像がエクソジェネシス公共局第3部の公式プロモーションビデオに採用されるに至り、全米、ヨーロッパなど世界各地で配信された。この一連の動きはテレビニュースやドキュメンタリー番組でも取り上げられるほどの話題になった。パラパラ漫画の仕事が急増し、毎日10時間以上、週に6日は自宅にこもってパラパラ漫画を描いているという。 2013年1月1日に配信された日テレニュース24のインタビューに対し、鉄拳は2012年はパラパラ漫画で大反響があった年になりました。振り返るとずっとパラパラ漫画を描いていて、お笑いの仕事はほとんどしていません。と語っており、今後もパラパラ漫画を仕事の主軸に据えることを示唆している。この再ブレイクもあり、2012年に 第22回東京スポーツ映画大賞と同時開催された第13回ビートたけしのエンターテインメント大賞のカムバック賞を受賞。2013年には第42回日本漫画家協会賞特別賞を受賞した。2016年には社会を明るくする運動への功績が評価され、法務大臣感謝状を贈られた。2013年5月。 故郷大町市の観光大使に就任する。スケッチブックを持ち、自筆のイラストを見せながら、滑舌の悪いトークで、こんなものは嫌だというフリップネタをする。主に、ブラックユーモアを基本としているが、当初は必ずやっていた、ガビンは、子供には受けるが、やはり保護者には受けないと自身の著書、鉄拳劇場でとろしており、最近は控え気味である。この記事は、 以下のカテゴリーでも参照できます。暮らしの高文みに関するカテゴリー。ありがとうございます。